それじゃあ今日は第8回になりましたが、今日のテーマは言葉、コミュニケーション、共感。共感というのはその共に感ずるという感じの共感です。まあ、前回まではですね、いろいろとまあ看護学とかあるいはケア、そういったようなそのテーマを中心にですね、言葉という観点からいろんなことを見ていきましたが、まあ、今回も、ね、それの延長線上にあるんですけれども、まあ、今までもまあ結構いろいろ脱線といいますか、まあ、その余談といいますかね、そういうその本筋からずれることが多かったんですけど、今日はまたさらにそこからですね、ずれてしまうのではないかと思いますが、またそして 元に、我々がですね、この連続の勉強会で目指している目に見えないものをどう考えていくか、でその皆さん方の、まあ、特に興味の中心であるその、まあ、いわゆるケアあるいは看護といったようなものと関連させてですね、目に見えないものをどう考えていくかということに、まあ、うまくつなげていきたいというふうに思っています。で今日は、言葉、まあ、言語、それからコミュニケーション、共感ということで、まあ、いろいろとですね、まあ、言葉についての まあ、お話というか、まあ、言語学とそこまでこう大げさなものではないんですけれども、言葉についていろいろとまあ話をして考えていきたいと思います。で言語学というのはですね、これはもちろん昨日今日始まったわけではなく、まあ、昨日今日という方が適切でないならば20世紀において初めて始まったという学問でもなく、まあ、皆さんでしたら例えばソシュールとかあるいはチョムスキーとかっていうそういう言語学者の名前を、まあ、耳にねされたことはあると思いますが、必ずしもこういう人たちの発明品ということではもちろんありません。当然フェルディナンド・ソシュールという人は近代言語学の父と、まあ、呼ばれていますし、それからチョムスキーという人は、まあ、チョムスキー革命などという名前がありましてですね、まあ、言語学のみならずさまざまな分野、まあ、例えば認知科学だとか心理学だとかですね、まあ、哲学といろんな分野に興味を影響を与えた、まあ、この20世紀ないしは21世紀の初頭を代表する一つの、まあ、知的な巨人であることには間違いありません。ですが、この言語に関するこの興味というものは必ずしもこの20世紀に始まったというわけではなく、やはりこれは、まあ、人間がですね、まあ、生まれてというか人間が自分のことを考え始めた頃にもうすでに言葉って一体何だろうかなというのが始まっているはずなんです。つまり、言葉というのはこれは人間を特徴づけるもの、つまり他の、まあ、生物ないしは動物とのですね区別をするという大きなメルクマール、指標であると、まあ、するならば、人間がこう何かこう認識をしたりものを考えたり何かこうそういうことがいつ始まったかもちろん分かりませんけれども、それと同時にですね言葉に対する不思議さとかあるいは言葉に対してのですね興味というのが生じているはずなんです。でこの言語学が始まったというのはいつかというのはいろいろ諸説がありますし、またあの言葉に対する興味というのはいろいろな説があります。例えば昔のエジプトの、まあ、王様がですね最初の言葉は何だったんだということで生まれたての赤ん坊を、隔離してね最初に何てこう発生するかなとこういうのを調べて何とかとこう言ったらそれがなんかパンかなんか食べ物の意味だったとかっていうような話がありますし、まあ、真偽のほどは定かではありませんけれども、それから例えばギリシャの頃にはですね言葉の本質っていうのは一体何だろうかっていったようなことを議論、これはアリストテレス、プラトンだけではなくソフィストといったような人たちを含めてですね議論されていますし、あるいは皆さんご存知のように、聖書ですね、旧約聖書の創世記の中にはまあそのアダムにですね神様が名前をつけるようなそういう、まあ、権能というかそういう力を与えたといったようなことが書かれてありますし、それからの有名なバベルの塔の話ですね。あのバベルの塔というのは、まあ、皆さんご存知のように人間たちがですね、まあ、一致協力して天に届くような大きな塔を作ろうと、ランドマークタワーみたいなやつを作ろうとこうしてたら神様がねそれ見て、まあ、これはけしからんと、いうふうにお思いになってですね、でどうしたかというとそこで参加をしているそのバベルの塔をね建設を参加している人たちの言葉を全部惑わしてしまった。
そうすると一人一人の言葉がですね、まあ、あの違うようにしてしまったと。そうするとある朝ふと起きてみるとですね、隣昨日まで話してた連中との言葉が通じなくなってしまったと。そしてそのバベルの塔の計画は頓挫したと、まあ、うまくできた話なんですけれども、そしてまたさらにそれがですね、その神様によって、その言葉をですねバラバラにされたバベルの塔の、建設参加者たちが世界に散らばっていって、そしてそれが世界の異なる言語の、まあ、元になったという、まあ、うまくできた話なんです。でその中にちょっと余談になりますけれども、あるですね、なんていうかゲルマン共振主義者というか、非常にそのゲルマのフィル、ゲルマのファイルといいますかですね、ゲルマン人こそすごいんだといったような考えの人たちがその後出てくるんですが、その人たちがですね、そのバベルの塔の、神話というか旧約聖書の記述をですね、まあ、ネタにしてね、実はそのゲルマン人たちはですね、そのバベルの塔の建設に参加をしてなかったんだと。だからゲルマン人はですね、その時神様たちにですね、言語を惑わされていないんだと。だから我々ゲルマン人たちの言葉こそ神の言葉に最も近いんだという、まあ、なんかこうね、まあ今から言えばまあ適当なことを言ってですね、まあこう一種こうなんていうんですか、ナショナリズムとまでは言いませんけれども、ゲルマン語を話す連中っていうのをですね、優越性といったようなものを誇示するような人たちが後に現れるなんていうような、要するに言葉というものがですね、まあ、いろんなような観点からですね、神話にも使われたり、あるいはその人間を説明する、人間と他の動物を比べるのを使われたりとかするわけです。例えばアリストテレスなどは人間のことを、まあ、いろいろな定義をしていますね。ポリス的動物というような定義、これはまあ国的と訳してもいいし、あるいはまあ政治的と訳すこともできるかもしれません、ポリス的動物というふうに定義もしましたし、あるいは人間をロゴス的な動物で、このロゴスというのは何回かここの勉強会でも出てきましたけれども、まあ、非常に広い概念なんですが、言葉とか理性とか思考とかですね、あるいは論理とか、そういう人間の内的なこう活動を司るものをロゴスと考えていいんじゃないのかな。でそれは言葉というふうに言い表されています。これは新約聖書ですけども、ヨハネの福音書の最初のところに、初めに言葉ありきと、言葉は神と共にあったというふうにあります。この初めに言葉ありきというのは、旧約聖書の創世記の最初のところに、神がね、光あれといえば光があったっていうところを受けて言ってるようですけれども、でこの初めに言葉ありきという言葉というのは、ギリシャ語ではやはりロゴスというふうになっています。そうした時にこれは言葉と訳していいのか、あるいはこの天やですね、人間をも含めた神羅万象を支えるその原理というか原則といったようなものというふうに捉えていいのか、わかりませんが、まあ、少なくとも英語ではワード、言葉というふうな訳は与えられております。ということなので、このロゴスないしは言葉というのがですね、人間を特徴づけるものとして、例えばアリストテレスによればミツバチだとか、他の例えば、動物たちとですね、人間を区別する一つの大きなその要素というか特徴として言葉というのを挙げて、ミツバチの例えば、蜜のね、ありかを示すような、そういうこうサインですか、そういったようなものだとか、こう猿がね、こう群れの中で何か信号を与え合うっていうものは、あれは言語ではないんだと、あれはただこうサインに過ぎないんだということを、まあ、そういう趣旨のことを言っています。後の言語学者の中には、ああいうそのミツバチのサインとかね、どこに蜜があるよみたいなことを教える八の字ダンスっていうんですか、ああいったようなやつとか、例えばチンパンジーとかイルカとかっていうもののこう信号を与えるということを言語というふうに言う人たちもいます。しかしそれはですね、サインというものと言語というものをまあ取り違えてるっていうか、もちろん定義の仕方によるのとは思うんですけども、やはり言語というのは単なるサイン、この信号というかですね、シグナルを与えるだけではなく、それはやっぱり外界のもの、外のものを認識したりですね、あるいは自分でものを考えたりするときにこう分類したり、カテゴリー分けをしたりとか、そういうその単なるコミュニケーションというか、単なる信号のやり取りではなくですね、そういう外界の認識とか、そういったようなものに非常にこう大きな役割を持っているので、単なる動物がですね、ああいう、まあ、なんかこう危険を知らせたりするようなものを言語と言っていいのかどうかっていうのは、これは非常に
難しいというか議論があるところだと思います。まあ、いろいろ言語の定義というのもあるんですけれども、まあ、例えば一つにはですね、その言葉というかその記号といいますか、例えば机という言葉とその机が表す言葉が表すものとの間にはこう何らこう、約束事というか、要するに、まあ、簡単に言えばなぜそれが机と呼ばれるのかなということに関しては、まあ、理由がないんだと、つまりそれを恣意性アービトラリネスという言い方をしますけれども、そういうその、言語の記号としての言葉がね、言葉とそれが表すものとの間には、その何て言うかな、まあ、これは単なる取り決めであってね、そこにはこう勝手なというか恣意的なそういう関係しか成立しないんだとかね、あるいは語彙というものが無限に作っていけるんだと。だから、我々その動物がですね、まあ、30ぐらいの音声というかそういうシグナルを出したとしてもね、それは単なるシグナルであってね、人間の言語というのは語彙が無限に作られていく。そして一番大事なのは動物の信号というのが単なる叫び声というのに、である、まあ、単なる叫び声に過ぎないんだけれども、人間の言語というのはこう分節化というのはその英語でアーティキュライトというんですけど、要するにその一つの音のまとまりを持っていてですね、そしてそのまとまりがある特定の意味と結びつく、その結びつき方は恣意的であるといったようなね、そういうのが一般的な言語の定義というふうにされています。ただそのある言葉とですね、その言葉が表すものとの間、例えばさっきも言いました机という言葉と その机というものがね、例えば英語ではデスクという、ドイツ語ではティッシュという、そういうその音声とですね、それを表すものとの間の関係が、まあ、いわゆる恣意的、勝手なその、まあ、習慣によってね、やってるんで、そこに本質的な結びつきはないというふうに知っているのが一般的なんですが、ただ、よく考えてみるとね、例えば、我々こう泳ぐときにですね、彼は本当スイスイ泳ぐなとかね、あるいはスイスイ進むなとかですね、こうスイスイという言い方をします。このスイスイっていうのはなんとなくこうスイスイって感じなんだね。でこのスイスイっていうのとよく見るとこの英語のスイムとかね、ドイツ語のシュビルメンっていうのはなんか似てるかな、まあ、これは偶然の一致なのかもしれませんけれども、そういう例えばそのある特定の音とかにですね、ある特定のこの表象というかある特定の意味っていうのが結びつくことがあります、ね。例えばピカッと光ったっていうけれども、誰もですねピッピカッっていう音は絶対聞こえない、ね。物が光るときにあれなんか今ピカッとしなかったっていうけど、どう耳を澄ましてもピカッという音は聞こえないんですね。例えばドーンとかね、あるいはガチャンとかっていう音は聞こえてもピカッという音は聞こえない。しかしそのピカッというこの音は聞こえないんだけども、なんとなくその光っていうのはそのピカッという感じがするんですね。そこから日本語の光という言葉が出てくるとか、あるいは、そのなんか下からこう物が入ってくるときにこうスプッっていう感じからね、例えばスプリングとかですね、そうするとスプリングというのは跳ねるという意味もあるし、水が湧き上がってくるという意味もあるし、そこから新しい芽が出てくればスプリング春ということになるしね、ということはなんか特定の音とですね、なんかそういう意味っていうのが関連があるんじゃないかな、あるいは特定の音に対して人間がある一つのシンボルというか表象を結びつけるのではないかなというのが、これは音象徴サウンドシンボリズムという言い方をしますが、例えばこれなんかはこういう考えを見ていきますと、まあ、その言葉とですねそれが表すものとの間にはなんか自然の関係があるんじゃないのかなといったようなそういう議論も出てくるわけです。今回はそのどっちが正しいと、その言葉とねそれが表すものとの間にあるものが自然の関係なのか、あるいはそうじゃなくてですね単なる契約取り決めによるものか、それどちらが正しいのかということは今回特に議論はしませんけれども、そういったようなことがですねずっとギリシャ時代から、まあ、もっと昔からあったのかもしれませんけれども、少なくとも我々が言語学の歴史として習う内容においてはギリシャ時代からですね延々2000年以上にわたって続いてきているわけです。で、もちろんその中世ルネサンスの頃いろいろですねその言葉に対する関心というのはあったんですが、特にその言葉に対する関心というものが盛り上がってきたのがルネサンスです。でこのルネサンスというのはいろいろな定義の仕方というのができると思いますけれども、
まあ、あの皆さんがよく学校に習うのはその、まあ、人文主義とか人文主義とかですね、ヒューマニティーズという言葉で、習う、まあ、あるいはヒューマニズムという言葉を聞くと思いますけれども、このヒューマニズムというのは人間を大事にするということなんですね。人間性を大事にする、つまり中世、そのルネサンス以前の中世という時代、これは決して人間を大事にしなかったわけでも、暗い時代だったわけでも特になくてですね、最近の研究では例えば皆さん12世紀ルネッサンスという言葉を聞きになったことがあると思いますけれども、まあ、12世紀あの頃すでにですね、ルネッサンス その何ていうか先駆けとなるようなことが、まあ、あったんだと。それは個人の発見というかね、まあ、人間に対するその神ではなくその人間というものに対して目を向けようという運動が、まあ、あったと。で、大事なことはその12世紀、まあ、それ以前にですね、西洋で大学ができています。で、この大学ができるということ自体ですね、この単なるその、まあ、宗教的なこうなんていうのかな、ことから離れて自由にものを考えていこうっていう一つの現れに違いないわけですね。ただ、顕著な運動として現れたのがやはりルネッサンス、まあ、皆さんの知っているルネッサンスというのはイタリア、特にフローレンス、フィレンツェ、それからローマ、ベネチアといったようなところで起こってくる、まあ、ルネッサンス運動。そしてこのルネッサンスというのは、まあ、いわゆる、古典の発見、つまりギリシャローマの発見、まあ、ギリシャの発見というふうに言われているんです。つまり、それまで、まあ、バラの名前なんて映画がありましたけど、まあ、ひた隠しに隠しているわけですね。で、ところがそれがアラビアを通じてね、そのイタリアがですね、アラビアとの交易なんかを やってるそういうところから通じて入ってきたんですね。そしてそのフィレンツェのメディチ家なんていう、まあ、大きな金持ちがいてね、それがその芸術を、まあ、信仰したり、あるいは、まあ、芸術家をですね、守ったり、あるいはそのお金をあげたりするわけです。で、そこでの一大きな特徴というのは人間というものに目を向ける、人間の美しさ、人間美。そうするとあのギリシャの頃の彫刻を思い出してくれれば分かりますけれども、こう人間の裸体像、人間の美しさに目がいく。そうするとそれまでその、まあ、神様というかね、そちらの方に行ってたものがこう人間の方に見ていく。そしてその人間を考えよう、人間というものを追求していこうというと、じゃあ何かとこうなると、じゃあ人間の精神によって作られたもの、それをまあ勉強しようじゃないかと。それは古典という形、つまり書物という形で残っている。今なら、まあ、映画があるかもしれないし、いろんなその媒体はあるでしょうけど、昔は言語という媒体がでそう伝えていったわけですね。したがってその古典と称する、まあ、書物を読もう、そのために言葉を大事にしよう、そしてその言葉を勉強しようということで、人間の言語というもの、言葉というものにこう単なるコミュニケーションの道具ということじゃなくてね、言葉というものに関心が集まっていったのがルネッサンスというふうにされています。そしてそのルネッサンスの後の宗教改革、この宗教改革というのはある意味アンチルネッサンス的なところがあるんですが、宗教改革の大きな点というのは、これは方言というかヨーロッパの各言語、まあ、もちろんこのルネッサンスというのもその古典語のみならずですね、自分たちの話す言葉、それまでの中世というのは神聖なる言葉、ラテン語、ギリシャ語、ヘブライ語、こういったようなものが神聖な言葉だってね、聖書はもうみんなラテン語で書かれていて、それが分かるのは一握りの司祭というか、その一握りの教育を受けた知的な人たちで、一般の人たちはそれが分からない。だから司祭が代わりにお話をしてあげる、あるいは教会の周りにそういう絵を描いてね、キリストっていうのはこういう人だったんだとか、あるいは聖史劇というのがありまして、日曜日の教会が終わった後にその前でなんかこう劇をやる、キリストの受難の物語とかね、そしてその文盲な民衆はそういったようなもので、ビジュアル的なものでね、あるいはお話的なもので、物語的なもので聖書に触れていたんですが、そのルネッサンスの時にその母国語っていうものの意味が問われ直してきた。例えばダンテが神曲を書く、これはラテン語で書くのではなくて、やはりイタリア語というか当時の彼の話してた言葉で書く。そして、これが宗教改革の頃になると、その一枚岩だったローマカトリックのそのラテン語による聖書支配からね、母国語でも自分の国の言葉でも聖書が書けるんだよ、これを始めたのがマルティン・ルターとされてますが、別にルターが最初に聖書の翻訳をしたわけじゃなくて、それ以前にイギリスだとかいろんなところで聖書の翻訳をするという試みはされてますし、例えばイギリスでは800年代のアルフレッド大王の頃にも、その当時の古い英語での聖書の翻訳はなされています。しかしやはりマルティン・ルターの影響というのは大きくてね、
自分の国の言葉でも聖書ができるんだ。そうすると、まあ、ラテン語というのと古典語と言われるものが高級な言葉とされていたところにね、いや我々の普段話している、まあ、簡単に言えばこの地方の方言でもね、そういう聖書の翻訳ができるし、我々のこの地方の言葉にもね、ちゃんとした文法があるしね、ちゃんとしたことが表現できるんですよってことが、言葉に対する一つの大きな、なんかナショナリズムっていうかな、オラが村自慢みたいな感じのですね、ことが言葉というものに対する意識というものから、国民とかあるいは国家とかね、そういう意識へと始まっていった。それがまあずっと続いて、まあ18世紀19世紀とこうつながってくるんですけれども、この言葉に対してですね、あれ面白いことを言った人がいます。ですね、人間というのをこういくつかこう分けていくとですね、いろんなこう切り口っていうのがあるんですけれども、例えば、非常にこう分かりにくい言葉にですね、例えば国民とかあるいは人々を表すのにですね、例えばフォルクという言葉があります。ちょっとこれは後で、フォルクは先じゃなくてラッサという言葉があります。これはドイツ語ですね、ラッサ、英語で言うとレイスです。要するに、まあドイツ語でいいかな、要するにこれはドイツ語のラッセというのは英語のレイスで、民族という意味です、民族というか人種ですね、人種です、人種。それに対してフォルク、フォルクスワーゲンというのがありますけれども、これは英語で言うと、まあ、フォーク、英語のフォークソングのフォークだし、あるいは、まあ、英語ではピープルです。それに対してナツィオンというのがあります。英語で言うとネーションですね。したがってレイス、まあ、人種と書いてみましょうか、人種、レイス、ね、それから民族、フォルク、ね、それから国民、まあ、ネーションは民族と訳していい場合もありますし、 国家と訳していい場合もありますが、とりあえずこういうふうにしましょうと。そうするとね、この人種と民族と国民というのはどう違うのかというとね、これのベースにあるのがですね、これは、ベースというか、これは、生物学的な概念であると。つまりバイオロジーがある。ドイツ語ですから、ドイツ語いきましょう。ビオロギッシュな概念である。つまり生物学的な概念である。ね。で、このフォルクというのはですね、これは、まあ、クルトゥエル、まあ、文化ですね。英語で書いておこうかね、バイオロジー。それからこれはクルトゥア、もしくはカルチャーです。カルチャーがね、文化的概念であると。じゃあ、これは何かというと、これはポリティカルであると。ね、要するに、政治的な概念である。こういうわけです。まあこれは分類としては面白いですね。だから例えばですね、日本人なんだけれどもね、まあ今ここに日系のブラジルの移民の方で元に戻れてこられる方がいますね。おじいさんぐらいは日本人なんです。ところがその頃にブラジルに行って。まあ、3代ぐらい続いて戻ってきた。そうするとこの人種的には黄色人種のなんていうの、モンゴロイドっていうか、まあ、日本人なんです。で、国民はですね、現在日本に日本人として戻ってきていれば日本人だろうし、あるいはブラジル国籍のものだったらブラジル人なんですね。じゃあ民族は何民族かっていうところは難しい。例えばおじいさんは日本人だったかもしれないけども、例えばね、古池は風飛び込み水の音ってこう俳句を聞いてね、何とも思わなかったらね、日本人って言っていいのかなと、ね、それよりもなんかこうサンバとかを聞くとなんかこう血が燃えたぎったりするとね、むしろブラジル人じゃないのかな、なんてこうなります。そうした時にこの中心に来るのが血であると、ね、英語で言う blood、 ドイツ語の blut、 この血がその中心的な概念である。要するに血なんです、生物学的だから。
じゃあこれの中心的な概念は何かというと、まあ、国家、国、ね、シュタートですか、英語で言うとステートです、ね、じゃあこの文化的なですね、ものの中心的な概念に来るのは何かというと、これはこの人ね、言語だっていうね。これはね、なるほどヨーロッパ人が考えそうなことなんですよ。どういうことかっていうとね、例えばヨーロッパ旅行してたらね、例えばドイツからオーストリアにこう行って、まあ ドイツからフランスしましょう。ドイツからフランスに汽車に乗ってこう行ってたらね、景色はね、そう変わりません。急にですね、ドイツからフランスに入った途端になんかこう熱帯になるとかね、そんなことはまずない。急には変わらない。それからね、昔なんか何が変わったかっていうとね、お金が変わりましたよ。だからドイツでマルクだったら、フランスでフランだったら、これは変わる。明らかに。まあ国境の辺だったらね、両方使えるかもしれないけど、まあ、お金は変わります。しかし今全部ユーロになっちゃったから、お金も変わらない。そうすると我々ツーリストからするとね、景色もわからんし、お金も変わらない。じゃああと何が違うんかっていうことなんです。これは明らかに変わる。そうすると、結局昔のヨーロッパ人がですね、こう人間を区別するのにね、お前何人かって言った時に、結局何を話す人間かっていうことになるんです。わかります？何を話す人間か。だから、イングリッシュっていうのは英語を話す人間なんですよ。ジャーマン、ドイツっていうのはドイツ語を話す人間なのね。ですから、だからその国のこと、国を表す言葉と国語を表す言葉っていうのが同じだっていうのは、まあ、当然といえば当然なんです。だから、日本人とは何かっていうのを定義するね。簡単に言えば、日本語を話す人たちです。山本夏彦という人がいましたけど、母国語っていうのは、そういうことなんだと。ね。だからこの分類、まあ、これはドイツの言語学者のレオ・バイス・ゲルバーという人がしたんですけれども、これはなかなか面白い。そうするとその言葉というのはですね、ただ単にですね、コミュニケーションの道具とか、それからなんかこうサインとかっていうことではなくてですね、なんかもっとその奥深く、例えば外界を認識するとか難しい方もあるけれども、というよりはもっとこうなんていうかな、私は日本人なんですよっていう時に、何をそれよりどころとして日本人っていうのかって時に、いや日本語を話す人なんですよなんていうことが出てくる。そうするとこれを今言った、これをそのやったそのバイス・ゲルバーという人のまあ師匠ということでもないんですけれども、まあ、この人が、言語学のその自分の理論を作る時のこう一つの流れとして、まあ、先生にしたのがヴィルヘルム・フォン・フンボルトという人がいます。